えー、矢橋さん、えー、今回はですね、スマホ活用術セミナーお申し込み、えー、映像の方お申し込みありがとうございます。はい、えー、今回ですね、動画でもまあいろいろとう言ってたりとかしてたんですけれども、まああの、ま、価格がね、えー、なんだ、本以下ということで、まあ、999円で、あのー、安いんですけれども、 実際この映像を見ていただいた方は、まあ、レターにも書いてあったんですけど、まあ、最高で3億ぐらいの価値をつけてくれた人もいてますでまあ価格が安い高いにかかわらず、まあ、やらないと結果は出ないんですけど内容はまあもちろん999円以上の内容ノウハウは絶対入ってると思います、まあ、やらないと0円なんですけど、まあ、これやっていただければ確実に結果が出ますはい で具体的にスマホを使ってどういうふうに、まあ、コミュニティビジネスっていう、えー、ものなんですけどそのコミュニティをどう作っていくのかスマホを使って,ってところなんですけどそのやり方、えー、具体的にどういうふうにやっていくのかっていうところをですねあのお話ししていますので、まあ、ぜひですね映像を学習して、えー、実践していただければなと思いますあとはまあ、やっていく過程の中で何かわかんないことがあれば、えー、ご連絡ください、はい またそれに対してアドバイスはできますんで。はい、ということで、えー、スマホ活用術セミナー、まあスマホ持ってると思いますんで、僕なんかも、まあめちゃめちゃ、てか今スマホが僕ないと仕事できないですね。もう本当に今スマホがなかったら僕仕事ができないです。逆に言うとスマホがあるから仕事できるっていうのもあって、正直今パソコンも使ってますけど、パソコンなくても正直スマホだけでも行こうと思えば本当に行けます。はい。 まあそれぐらい今スマホもパソコンみたいなも高性能ですからアプリもいっぱいあるしインターネットもつながるし写真も動画も音声も何でも撮れるしまあアプリ使えばスマホで動画編集も可能だしもうほぼアプリでいろいろできますからまあやろうと思えば本当スマホ1台で全部完結できるんじゃないかなと思います、はい、で具体的にスマホを使ってどういうふうにやるのかっていうのは映像を見ていただければわかると思いますんでまあしっかり勉強していただければなと思います 今回はお申し込みありがとうございました。